台風いつ来んねん。え、台風10号。え、師匠いるんじゃないんですか。なんかさ、はい、今見たんやけど、うん、8月31日土曜日朝6時の時点で、うん、今この収録してるのが、まあ、朝7時半なんですけど、うん、見たらようやく四国を抜けたみたいで、紀伊半島の先端、南の先端ぐらいにさ、うん、南端ぐらいに到達して、でそっからさ、うん、めっちゃなんでこんな動きするのって思うんだけどさ、紀伊半島があるやん、南端やんか、うん、なんていうんやったっけ、なんていう岬か忘れたけどさ、うん、あってさ、そっから急にドーンと縦に行きよんのね、うん、なんか不思議な動き、なんだこれ不思議な、なんか関西縦断するんですけど、きっちり紀伊半島の一番南からなあ、これこの先どうなっていくか知らんけど、しかも月曜日に、だから今日明日丸一日かかって、どういうこっちゃ。なんかあの、こんなこと言ったら怒られるのかな、弟子、うん、あの何かの魔球かのような曲がり方するじゃないですか、まあ、魔球みたいな曲がるけど、こんなあんまりないよね。ないですよね。ほんまにこんな曲がり方すんのかっていう問題もあるけどさ、うん、なんかそのまんまな、ベーで海に抜けてきそうな感じじゃないの、うん、ね、でそんな今までのだったらこうそのまんま流れていきそうで、ね、結局来いひんだよって思うんだけど、うん、ほんまにこんな動きするのかな。これ師匠来たらやばいやつですよね。完全にね、俺は関西なのでね、関西綺麗にずーっと関西に居座るってことやん。いますよね。今からでもないのか、今日の夕方ぐらいから、うん、月曜日の、まあ、だから明日日曜日丸一日おるってことやな、関西に、うん、困ったもんやんけ。今影響はないんですか。一応な、昨日の夜とか全然無風の、うんうん、言ってましたよね、ノー雨やったんやけど、うん、ようやく雨が降ってきたかな、うん、やっぱりいよいよ来んのかなって感じするね。あ、うん、風は全然ない、うん、ほぼない、うん、そんな感じですね。へえ、うちの視聴者さん関西の方も結構いらっしゃるけど、るからな、大丈夫ですかね。ほんでこれね、この後どうなんやろうね。あー、2日の後、うん、一応これさ、だから2日の午前3時でようやく、うん、これ多分大阪府、うん、高槻市とか京都とかその辺りになってんだけどさ高槻あの清美ちゃんで有名な、へこたれへんで有名な清美ちゃんの地元あ、でももう比例区やから地元もクソもないよね、うん、比例区やもんね、比例復活やから地元もクソもない辻元清美ちゃんで有名な高槻あたりに2日やからさ、2日3時やから、これ24時間テレビ的には助かったんじゃない。あ、これまだ雨降っとらんやろ、うん、だから明日、今日の夜から始まるのかですかね、24時間テレビは今日の夜から始まって、うん、で日曜日の夜までやんねんな、うん、これやす子助かったんじゃない、やす子が助かったというかさ、日テレめっちゃ助かったんじゃない、うんうんうん、うわよかったよかった、これぐらい多分このまだ大阪市内ぐらいなんかな今日の夜でな、うん、多分東京の方にはそんな影響ないやろうから助かりよったね。批判もさ、あ、大丈夫でしたよって、雨も、まあ、パラつきぐらいはありましたけど、やす子さんには安全に走ってもらいましたって、あ、なるよね。まあ、でも絵的にはなんか土砂降りの中、やす子に走らして、やす子さん走らして、どっぽどこになって、なんか頑張れ頑張れ言うのをちょっと期待してたのかもなとか思うけど、まあ、なんかそれで批判を受けるぐらいやったら、全然なんか雨も降ってない。雨も降っても小雨ぐらいの段階で走らしといたら、それで批判はかわせるから、うん、日テレ的には助かったんじゃないですかね。なんかいろんな動画でさ、この台風、ちょうど24時間テレビの時に台風近づいてきて、ざまーってめっちゃ言われてたやん。そういう動画のサムネいっぱい見たわ。って言われてたんやけど、結局助かったんじゃない日テレ。なんか腹立つな。俺も24時間テレビアンチでやからさ。うん、なんか批判をされてほしかったのによ。マジかって感じやけどな。まあ、喜んでるんじゃないですか。24時間テレビは。日テレは。で、ガッポガッポよ、今年も。今年もガッポガッポや。以上です。はーい。